になって、おっと大丈夫かな、はい、すいません、皆さんで、ね、コメントをくださってますね、ありがとうございます。ここからはですね、クリスマスツリーに飾り付けをしていこうということで、私もですね、この大きなツリーに飾り付けしていきたいと思います。もうすでにナナちゃんとユッキーが飾り付けをしていて、この側面今ね回してあるんですけど、はい、飾り付いてますね。なので私はね、この面をやっていこうかなと思います。すでにあのライトがここでピカピカ光っていてですね、綺麗に輝いてますね。どうです、やっぱりこの葉っぱの具合からですよね、このクリスマスツリーのですね、常緑樹を使うということなんですけど、これはですね、冬でも緑の葉を持つ常緑樹を使うことで、強い生命や永遠への憧れっていうのを示しているそうですよ。そう、私はあの番組の中でこうね、クリスマスツリー飾るの得意なんですって自信持っていたんですけど、どっちかというとあのモールを飾るのが得意で、モールがなかったんですよ。そうなんです、でも頑張ります、やっていこうと思います。正面ね、どこかわかんない、多分ね、正面これをつけたとこが正面になるんじゃない、つけちゃう、つけちゃう、あーつけちゃ、届かない。私には届かないからな、これはね、まだちょっとつけれないですね。さあ、ではでは行きましょうか。かわいいユッキーの、見てください、スタッフさんがね、オリジナルで作ったんですよ。こちら牛ですね。あとは、ななちゃんのお米も、はい、います。他にもですね、オーナメントがいっぱいあるので、もう早速、そうですね、飾り付けしていきましょう。え、これはね、玉オーナメントの玉、なんて言ってでしたっけ、これ名前忘れちゃったんですよね。なんか名前ありましたよねって言いながら、あのチャットの方に助けを求めてるっていう。そうですね、配置をうまくこう交互にやっていこうかな。これでも一番有名な玉ですよね、なんか、ね、そうですよね。どうですか、結構この玉がいっぱいあるので、はい、飾り付けしていこうと思います。答えみんな教えてくれない。助けて。玉の答え、玉の答えが知りたい。色とかあんまり関係なく使ってる、ゴールデンボール、あ、確かにね、キラキラで、ゴールデンキラキラボール、よし、いい感じにつけていきましょう。どうです、なんか大きめのもつけたいですよね。また飾り大きめのからつける方がすごいいいんですよ、らしい、バランス取るためにちっちゃいのからね、めっちゃつけてますけど大きいのからがいいそうです。このあたりに行きますか、どうしよう、いいですね、やっぱ雪の結晶かわいいですよね、キラキラしてる、すごい、手もキラキラする、ミラーボール、ついてる、ミラーボール似合います、これやりたくない。あんま跳ねるとね、マイクがね、ガサガサしちゃう。そう、 BGM、 クリスマスっぽい BGM ですか、私のいつも のお決まりのじゃないですかね。あのダンスのじゃないか、あ、クーゲルって言うんですか、ありがとうございます、すいません、初めて聞きました。そっか、クーゲルか、想像と違った、クーゲルって言うんだ、あ、これ綿の出し麺出し麺、山口さん出し麺って言った瞬間笑っちゃいそうになりました。脱脂麺で、そう、これもつけたいですね。そうそう、山口さんがね、このツリーを見てね、すごいね、競争心がね、バクってなんか燃えるって言ってました。あ、でも脱脂麺より
柔らかいですね。いい感じにふわふわしてる。どれぐらいふわふわさせるか。山口さん、このだし麺めっちゃ柔らかいですよ。いいですよね。いい感じに、ね、山口さんの常緑樹ツリー、違う、なんだっけ、電飾の木が作ってるのね、楽しみですよね。丸、どうします、丸くしない方がいい、ちょっと重いよね、ちょっと重いよね、ちょっとこれぐらい、ちょっとカスカスに見える、逆に。へえ、悩ましいね。いいな、これうちにも欲しい。ちょっと持って帰っていいですか。うちのツリーに持って帰っていいですか。うんうんうん。あ、じゃあこれ見てください。こんな大きい飾りもあるんですよ。これはクリスマスツリーにくっつく赤い服のおじさんですかね。どうしましょう、皆さんどこにつけます。はい、どうします、赤い服のおじさん、かわいいですよね、うん、隠しますか。皆さんと一緒にね、そう、つけるところを考えていこうと思ってます。どこに、どれぐらいの位置がいいです、下の方がいいです、それとも上、下、奥に、真ん中あたり、このあたりとか、こういう感じです。私も一緒に、あ、私のやつ、私のもあるんですよ。あ、なるほど、私の、じゃーん、見てください、スタッフさんが作ってくださったんです。かわいいでしょ、もう見てすぐわかりますよね。そうなんです、説明をしなくても見てすぐわかる。これと一緒に、あ、酔っ払いのおじさんみたいになっちゃうけど、いいかな。このセットありですか。いいですかね、ちょっと隣り合わせにしときましょうか、落ちないように。そう、とっくりですね。目の方に置いちゃおうかな、目立つところに置きたくなって。目立つ、自己主張強いわ。笑顔の自己主張強いな。みんなできっと遠慮してね、上あんまり飾んないと思うんですけど、大丈夫、あの星は残しておきますからね。よし、これと外服のおじさんと、あとはちゃんと抱える感じ、どうです。サンタさんでもトナカイ運転するから、お酒は帰ってからにしてね。ねえ、トナカイどうなんだろう、自分で運転してくれるのかな、ね、気をつけてね。でもそっか、こうやってやるからやっぱダメですよね、運転。こんな感じ、かわいい、あーすごい、いいですね。もうね、隠そうよとかってコメントあったけど、だいぶ前に主張激しいですけど、どうです、こんな感じでいいのかな。あ、トナカイもいたよ、あ、トナカイも近くに、そうですね、いときましょうね。あー、いい感じ、うんうん、バッチリバッチリ。あ、ことかない、ことかない、子供のトナカイ、ことかない。なんて言ったの、ことかないがいた、周りに、周りにいる、はい、おー、これいいですね。思ったよりでも飾りって、飾りつけるの大変、いっぱいあるので、これね結構あります。
いっぱい近くに適当になってきた。やばいやばい、これまたらへんから適当になってきた。笑顔が大型でちょっと出てきちゃいましたね。こんな感じでいかがでしょう。北海道の地名にちょっとね、アイヌ語とかでね、そありそうですもんね。タマコマイじゃない、ことかない。あーいいです。どうです、ちょっとスタッフさんにね見てもらう。下の方、下の方足りない、下の方足りない、下の方つけます。そうか、面で回してるから下までちゃんとやんなきゃいけないですもんね。座ってやろう、よいしょ。はい、はい、下の方は雪多め、雪多めでどうです、多すぎ、ちょっと楽しくなってきちゃった。ダメ、お酒入ってないよ。まだ入ってない。来てきた、大型。危うい危うい、大型ってこうなりません。いやごめん、大型のせいにしちゃいけないか。ほら、大型の人どうです。あ、ここ全員大型。そうかそうか、どうですね、ちょっとね、どんどんやっちゃう。でもここだけなんか雪多いとちょっとあれですよね。でもじゃちょっと後ろ回しとこうかな。ちょっとだけ回しておこうかな。感じ。見ちゃったけど、星だけ。何ですか、何ですか。あ、つけたいもの。何かつけたいもの。お、リボン。どうです、チャットの皆さんにつけたいものをちょっと伺っていこうと思うんですけど、何つけたいです。ろうそくってあります。ろうそくないですよね。あとはプレゼント系もあって、あ、これですね。そう、これ我が家にもあるんですけど、これって、あ、ベルある。これって置くだけでいいんです。なんかね、そう引っ掛けるとこがこれなのかな。そういつもすごい困って、とりあえずこうやって置いてるんですよ、家で。とりあえず置いてるんですけど、飾り見せてですよね。ちょっと待ってくださいね。これとか、これ、あとは、あ、松ぼっくりとかもあります。そうそうそう、プレゼントボックス、青いの行こう。青いのこっちにもある。じゃあ青いの行こう。そう、青ないもんね。じゃあね、このあたり青足りないから、青ちょっとプレゼントボックスも置いとこう。お、とりあえず置く。とりあえず置く。あとはじゃあ、ベルはね、喜びや祝福を意味しているそうです。はい、これですね。ベル、救世主の誕生を告げるものとして喜びや祝福の意味があります、なんですって。いや、救世主どこにつけようかな。下の方がいいのか。下、ここ、木がない。こっちに持ってこよう。はあ、ちょっと下雑。下雑かな、ちょっと雑。なんか蜘蛛の巣に見えてきた。難しいね、雪ってね。え、あ、キャンディーケーンっていうのか。そうそう、杖のようなやつは、ね、キャンディーケーンと言われています。羊に例えられる多くの人々を幸福へと導く羊飼いの杖をイメージしたもの。キャンディーチェーンはね、ないかな。あ、キャンディーチェーンじゃない、キャンディーケーンですね。キャンディーケーンはなさそう。ここ空いてますね。ね、ちょっと待ってください。この辺り
そうですよね、画面とか、ね、見ながらじゃないと綺麗にできないですからね。トップスター、トップスターは手届かないのであ、これ見てください、かわいい大きなお星様もあります。じゃあこれを飾ろうかな。でも下ね、雪多いのでちょっとね、違うところにつけてきましょうか。はい、良さそう。あ、いろいろスタッフさんからもらいました。こんな感じで、ベルにプレゼントボックス、あとこの玉なんでしたっけ、玉なんだっけ、忘れちゃった。玉と、あとキラキラ、すっごいざっくり、いいですね。ライブで来てきましたよね。ね、そうですよね。ありがとうございます。ね、いい感じにできてきている。すっごい雑ってコメント届いちゃいそうだけど。短冊飾ろう、短冊。なんか季節いろいろ使えそうですね。あ、そしてね、いいこと思いついた。今ね、分かったんですけど、これはつけるとこあるか、プレゼントボックスとか、ちょっとなんか載せるの不安なやつは、この雪の上に載せると収まりがいいので、皆さんちょっともし飾る時が来たら行ってみてください。あとは松ぼっくりが反対になるけどいいのかな、逆向きでいいのかな、上向きたいよね。楽しそうだな、楽しいです、普通に楽しい、楽しんでますね。面白い、なんか皆さんと一緒にこうやってるから面白いんですよね、お話をしながら。クーゲル、あ、クーゲル、ありがとうございます。これクーゲルだ、クーゲル、クーゲル、ありがとうございます。もうテストに出る勢いで覚えておこう、クーゲル。リボブもういい感じ。はい、雑、雑、はい、急に雑、雑入りました。どう、どう、どう、足りないところは。え、サンタいいですね、ここポイントですね、ちょっと雪乗せとこ、雑もうちょっとまとめて、はい。おー、どうでしょうか皆さん。そう、星はそう届かない、これ届かないんですよ、手が。そうなんです。じゃあこういった形で結構いっぱい飾ってきました。ちょっと隣の人の分まで雪が飾ってしまう、雪をね、飾っちゃってるんですけど、なんか邪魔だったら外してねって言っといてくださいはい、ということで、いい感じですかね。え、いけますね。よかったよかった。あ、頂点に立つサンタいいね、いいですよね。他にもですね、キャスターそれぞれ、ね、スタッフさんがね、オリジナルで、ね、作ってくれているので、そちらも楽しみにしていていただきたいと思います。はい、チャットでもね、参加してくださり、どうもありがとうございました。この後もですね、クリスマス、あと10日ほどありますから、何かお家に、ね、クリスマスツリー、小さなものを用意したり、季節の感じるものを、食べ物を用意したりして、皆さんも楽しんでいってください。大丈夫かな。おお、少々お待ちくださいね。ちょっと画面が変わってしまった、失礼いたしました。皆さんチャットでもありがとうございます。はい、ありがとうございます、失礼いたしました。砂漠、急に砂漠にそうですねクリスマスから砂漠になっちゃいましたけど、はい、戻ってきました。ぜひ皆さんも楽しんでください。ご参加いただきありがとうございます。それでは素敵な花木をお過ごしください。